はいどうも、Kチャンネルです。新年明けましておめでとうございます。なかなか今日はですね、冬の嵐が吹き荒れておりますが、風がすごいことになっておりますが、負けじと頑張ってみたいと思います。今日はね、新年最初なので、まあ、写真の話からしようかなということを思っております。まあタイトルにもねありましたけど、ご近所撮影のすすめ、雨の後はご近所へ、そんな風にね、タイトルつけましたけど、何かというと、まあ何でしょう、まあ最初にちょっとこうね、なぜご近所かっていうのが出てますけど、まあなかなかね、いろいろあって最近撮影になかなか出れないななんてこともね、耳にすることが多くなりました。少し落ち着いてね、出かけられるようにもなったと思います。私自身もそんな感じでございました。ですからやっぱりカメラ持ってね、写真撮りに行く時間って減ってるようなねところあるんじゃないかなと思います。でもやっぱり写真もね、野球とかテニスなんかと同じなんですよね。やっぱり野球もいつも素振りしてないといけないのと同じで、まあ写真も撮ってないとカメラも撮ってないと、自分のまあうまくねコントロールねしづらくなるときありますね。パッととっさの時にね、反応しづらくなりますから、まあそんなこともあったり、まああとは写真のね撮影すること忘れないようにしていただくためにも、ご近所出かけていただけるといいかな。でポイントとしては、まあ、ちょっと変化がついた、まあ、今日は、ね、雨の後っていう風にやって、この晴れの日に話してますけど、まあ、変化があった時に、ね、ちょっと出かけてみようというのがいいんじゃないかなって思います。でおすすめしているのは、まあ、昨年から、ね、ずっとおすすめしているんですけど、 35mm 相当、40mm 相当という画角でございます。それがですね、非常にこうなんていうんでしょうね、肩の力を抜いてね、写真撮るのにいいんじゃないかなと思っております。でまあまあモノクロなんかにしていただくとよりね、まあ特に冬なんて枯れて、まあこうね、後ろの木も全部葉っぱが落ちたりとかして、それ枯れた感じになってますから、カラーにしてはね、ちょっと寂しく感じる時もあると思うんですけど、逆にもので雨降って泥に汚れたりとかね、道が汚れたりとかってあると思うんですけど、まあモノクロにしてあげると意外とね、光と影だけになりますので、形として見えますので綺麗になります。はい、このカメラね、 K1M3 と2040でございます。ズームレンズでございます。まあ、ペンタックスのですね、DA シリーズでは、ちょうど 40mm 相当になる画角の単焦点レンズっていうのがないですね。私の手持ちにもない。で、APS-C サイズですから、このカメラ。いくつにするといいかっていうと、26mm っていう焦点距離になります。ちょうどね、このレンズで言うと、この25って指標が書いてあるところ、22のところ。2のところに合わせてあげると、これ 26mm になります。そうすると、だいたい 35mm 換算で 40mm 相当になっております。はい。まあ、程よい感じですね。で、最近ちょっと流行ってるんじゃないかな、そんなようなことも思っております。はい。で、まあ、まず最初にね、何の撮影、まあ、家の近所じゃなくても何の撮影しても一番最初になるのは、被写体探しですね。被写体、何撮ろうかなっていうの。まあ、そんな時にこう、こうやってね、気づき。何でもいいんですよね。そこからいいものを撮ろうって言うと探すだけで終わっちゃいますから、何でもいい。あ、これなんかね、ちょっと葉っぱの穴が開いてて、まあ、顔に見えた感じだったんですね。じゃあそれを撮ってあげようということで始めました。はい、そんなことでね、そんなちょっとしたことを気づきから始めていただけると良いかなと思います。でまあ次にね、公園、近くに公園があったり、そういう遊具があったりするとね、そんなの撮ってもいいと思うんですよね。でその時に、まあここにバランスって書いてありますけど、まあこれ構図の話ですね。構図なんかもいろいろありますよね。なんとか構図がいろいろあるんですけど、まあ大切なのはどういうバランスで配置するか、こう画面の中にね、自分が狙ったものをどういう構図にバランスで配置するかっていうのが大事になりますので、まあいろいろ変えていただく、バランスをねちょっと変えてみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。これなんかもちょっと斜め上の方にね置いて、手前を広く残した、そんなバランスをね、取っています。で次にまあこう被写体見つかりました、構図ちょっとねバランス変えました、その場でできることです。でこれはポジションで、自分の撮影するポジションですね、ポジションを思いっきり変えてみる。これポジション変えるだけでだいぶ雰囲気変わります。これなんかもうかなりね離れてます。で近くに寄るっていうのはよくやられると思うんです。自分のね狙った被写体を決め出すために近くに寄るっていうのはよくやられると思うんですよ。思い切って離れてみるっていうのをちょっとねチャレンジしていただけると、やっぱり離れてこう広い風景の中で自分の狙ったものを目立たせるっていうのはなかなかね、これ腕が試されますから、まあそんなことをやっていただけるといいかな。これなんかもね、離れたとか、ちょっと逆にこれはローアングルにしてあげてね、ローアングルにしてあげて、上の方を省いて、手前を大きくして、奥にポツンと滑り台ね、見せるような感じになっています。で、その後はタイミングですよね。タイミングもこれ大事ですよね。で、雨の後なんかは木から、まあ、
雨降ってる時は結構ね傘持ちながらいろいろ大変で、まあ雨もポタポタポツポタいっぱい落ちるんですけど、まあちょうどこの時は雨が降った後だったんですね。雨や上がってから撮影に行ってましたが、木から水がポタ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 たまに落ちてくる、まあそのポタッと落ちてきてるタイミングを狙って撮った。このタイミングも落ちたと思った時にシャッターを切ってたんではダメなんですよね。やっぱり、あ、落ちてくるかも、次落ちてくるなって来たっていうところで待て。まあそのためには露出であったりとか、まあ構図であったりとかっていうのはもうシャッターを押す前にしっかり準備をねしていなければ。まあ写真っていうのは基本的にどれぐらい準備がね、自分がその撮るシャッターを押す瞬間、その前にどれぐらい準備ができたっていうので、まあほぼほぼ答えね決まってると思います。ですから、まあそういうタイミングを狙うときに準備ね、ちょっとしていただけるといいかな。はい。で、次に気になるのはピントですね。ピントも悩みますよね。どこに合わせたらいいかってよく聞かれますけど、まあこれ、ピントはどこに合わせるのか簡単で、自分が狙ってるものに合わせます。はい。ですから、こういう水たまり映り込みなんかの場合なんかは、ピント合わせる場所によって全然ね、雰囲気変わります。まず最初はね、映り込んだ風景の方にピントを合わせて、映り込んだ風景。で、映り込んだ風景に合わせるとちょっと不思議な感じになりますね。で、この時は逆にさっきみたいに水が落ちているより水面がこう静かになっている時の方が鏡のようになりますから、面白い、ちょっと面白いですね。で、まあよくこういうのを撮ると逆さまにね、上下逆さまにされたりすることもあるんですけど、私は基本的に、見た感じ、あまり上下逆さまにしないで見たままでっていうのをやることが多いです。で、次はね、こう、今度は水がこう、水滴ね、落ちたタイミング、落ちたところにピントを合わせて、撮っています。これね、意外と合わせづらいですね、ピントね。水滴にこう波紋がふわっと広がってる時にピント合わせればいいですけど、なかなかスッて合わない時もありますから、まあなんか何回かやってね、合わせてフォーカスロックピントね合わせて止めておいたり、そんなのね使っていただいてもいいんじゃないかなと思います。はい。これもね、次もね、再映り込んだ木の方にピントを合わせたんですけど、そうすると今度ね、水こう水面にポッと落ちてきてるフワフワっていうのはちょっとボケみたいな感じにもなりますね。ボケに近いような感じにもなりますので、まあ、ピント合わせる場所によっても、こう、同じようなね、被写体にとっても変化つきますから、やはりピントは、どこを狙うか、どういう表現をするか、これも準備の一つですね。準備の一つ。表現するかっていうのを決めていただくといいかなと思います。そこから考えていただくとね、ピント分かりやすいんじゃないかなと思います。まあ、とはいえね、なかなかなんか撮るものないなとか悩んだりするときなんかは、まあ、寄ってみるっていうのはいいと思うんですよね。いろんなものに寄ってみる。まあ、これが最初にね、最初に来ることかもしれないですね。よくやられるのは、まず寄っちゃうって、グッて寄って、こうね、カメラ構えて、ググッて寄って撮っちゃうっていうのはね、よくあると思うんです。ただ、それをやってしまうといつも寄ってばっかりの写真になってしまうですね。それはもったいないので、やっぱりいろいろと変化をつけていただけるといいと思います。で、寄った時は、まあ、寄った時に申し上げていただきたいのは、こう、綺麗なところを探す。これなんかね、葉っぱにこう、水滴がいっぱいついてたんですけど、どこから見ると綺麗になるのかな。ただ、水滴の数が綺麗なだけじゃなくて、やはり、光ですよね。光。まあ、曇ってるんでそんなにないんですけど、まあ、ちょっとでも光が入ってきてる方から、逆光の方にね、逆光に光が入ってくるような感じになると、水滴がこう、輝いてきますよね、輝いて。そんなところをしっかりね、見極めていただく。ただ、寄るだけではなく、見極めていただくっていうのも大事だと思います。で、まあ、たまにね、人なんか歩いてたら、まあ、僕は大体後ろ姿を撮るようにしてるんですね。なんか、後ろ姿の方が想像力をかき立てられるじゃないですか。あとは、さっきも言いましたように、こう、空間を作るときね、前に空間を作るときなんか、向かってきてる人だともう、あって思って失敗したと思うともうないわけですよ。空間作る余裕がない。でも、向こうに歩いていってる人だったら、あ、このタイミングかな、もうちょっと離れてもいけるかなっていうような感じで、空間を作りやすいっていうのはありますね。まあ、そんなことを試して。で、あとは最後ね、試してみる。目で見てるとこれ面白くないかもしれないなと思ってても、モノクロというのはやはり、最初にも言いました。光と影だけです。で、汚れも目立たなくなってきます。白と黒だけの表現になりますから、ちょっと撮ってみると、あれ、これ結構面白かったんじゃない？そんな風にね、なったりしますので、まあですからまあ、近所ね、見慣れた風景でも、ちょっとカメラを持っていただいて、出ていただいて、モノクロで撮ってみると、意外とね、発見。多いんじゃないかなと思いますので、まあそんなことをね、やっていただいても良いんじゃないかなと思っております。はい、まあね、正月ね、食べ過ぎた、お腹膨らんできちゃったなっていうのがあったらね、その運動不足を解消するためにもね、歩いて出かけていただいて、プラッとカメラ一つ持って、レンズ一本だけつけてね、一本だけつけていくなんていうのもね、いいんじゃないでしょうか。はい、今日はね、まとめがあります。まとめとなります。まあ、こういうね、気づきや、まあ、身近なところの気づきとか小さい発見をですね、堪能するとですね、被写体を見る目が鍛えられるですね。
どんなものを見ていくか、自分がどんなものを好きか、どういうふうに捉えることができるかって、そういう目を鍛えられます。まあ、そうすることによって、例えば絶景であるとかそういうところに行った時も、ちゃんとその絶景の中から自分の写真、自分の好みっていうのをね、狙えるようになるんじゃないかなと思います。最初にも言いましたけど、写真っていうのはどんなにテクニックを貯めても実はそんなにうまくならないね。野球とかとスポーツと一緒です。まあ僕は水泳をやってたんですけど、水泳どんなにこう参考書とかなんか泳ぎ方の本を読んでも泳げないんです。やっぱり体が動かないといけない。その時に頭で考える体がスッてね、自然と動くようにならなきゃ。まあそういった面でもね、ご近所で撮影していただいて、また目を鍛えて体をね、馴染ませていただく、そんなことをやっていただければよいかなと思っております。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。本年もよろしくお願いいたします。